暑い中こんなに多くのねお子さん親子連れが来てくれたことに本当に感謝しておりますし、またこうやって来てくれた上で私たちお祭りが盛大に終了することができたのかなと思って、来年もまたさらにパワーアップしたお祭りにする予定ですので、ぜひ皆さんお越しいただけることをお待ちしております。